さあ、当一曲一本場は引き続きホリドラがハクです。なんか喋ってる、多分シーパイするんじゃないみたいな話です。ああ、そうですね、今ガチャって入れちゃったので、はいはいはい、これ結構忘れるんですよね、はいはい、うん、まあ、普段の対局ではね、この自動ハイパイを使わないので、はいはい、放送卓だけですのでね。さあ、というわけでハイパイこちら、うん、あ、そしてチュンからいった下石、先手いいシャンテンですね。いいシャンテン、うん、なんか下がった時だけマンズの本一にしたい。そうですね、なんか下がったら本一にしたいですね、うん、あ、そしてペンサンドが入った松本、想像多め、うん、はい、下石はでも手立て泣き魔女もしますからね、はい、あ、堀がシャアを切って下石はポン、これどう、パーソン急走かな、瞬間パーソン急走ですかね、うん、はい、シャア泣いたっていうことは、うん、そうですね、本一も残してっていうことですね、結構強く見てるんじゃないですかね。そうですね、うん、まあね、すぐピンズ画面つかしたらテンパイは取るけどみたいな感じになりそうですね。なるほど、うん、チビはなかなそうですね。そうですね、そうですね、はい、あー、チーはしなさそう、マンズ、マンズはそうか、なかなか、あ、これでこれもうピンズ切っちゃうもありますね。なるほど、ただ色が割れない、そう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 、こうするとね、どっちの色か分かんない、ね、うん、そうそう、はい、その瞬間相手がね、うん、ちょっとピンズがマンズ分かんないからつってマンズ持ってくれる可能性が上がるんで、そうそう、まだね、何色か分かんないですからね。と、うん、ではナンはポンする、ナンはポンしますね、嬉しい、嬉しいね。でスチーピン出たら上がるんですか。あ、今難しい質問が来ましたね、はい、うん、上がりますか。うん、どうしますこれ、上がりたくないですよね、全然上がりたくないですよね。なんか漫画のリアンシャンテンダーティ、このリアンシャンテンダー、上がんない上がんない上がんない、あるな、でこれだって悩んでるし、リーパイがあれだもん、あ、で今度ピンズにしたんだ、なるほどね、なるほど、ピンズの方が安いから場にね、ピンズを切ってる人が多いんでってことですね。面白いね、マンズの本質とピンズの本質の両天秤っていう初めて使う単語でも今の面白いな、あ、いつも拒否面白いですね、なかなかね、なかなか見ないですよねこれね、うん、相手、あ、いて何回でも上がるそうです、4連携を捨てることになるってことですよね。痛い、マンズ山引くんだったらピンズ切るよね。さあ、富永はこれチートイツ、はい、イーシャンテンですね、うん、さあ、そして、まあ、そうですね、さあ、そして松本がドラの吐く統一ハネマン以上の手が見える形になりました。そうですね、うん、染まれば、うん、ああ、ピンズ引いてきました、嬉しい、なんかもうガチャ謎のリーパイをしてますけども、はい、これでリャンマン多い、3番切ると一応デキメンズバレるんでね、そうですね、うん、一メンズ落としてたのをちょっとぼかしましたね、うん、なるほど、一順だけで、うんうん、並べ方でね、分からないようにと。そう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 、さあ、堀は消そう。ちょっと堀は苦しいですかね、うん。そうですね。もうちょっと難が結構打ちづらいですかね。うん、ちょっと打つに見合わない手配が。スチワになってた。まあ、難しいぜ。はい、一数値はもう積もったら裏目ですから。まだ分かんないですから、まあ。はい。あと三蔵引き松本嬉しいじゃないですか。これ。何トン発が全部ションパイなんですよ、あれ。きついですね、全部ションパイは、うん、まあね、もちろんドラドラなんで、うん、伸びれば切っていきますけど、さあ、これで、はい、マンドをすごく切っていいシャンテン、はい、手が重なっても良くなったと。ちゃんとあの左から2番目に3枚出て切ってるから、ね、いやらしいよね一番左まだ3枚もう1枚持ってるんじゃないかみたいな感じでアピールしてるよね。そう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 、そういう細かいアピールプレーが、ね、アピールプレーすごいからね、うん、このみんながちゃんと見てるっていう、うん、その信頼のもと、みんなそういうちょっと駆け引きもしてくるってことですね、うん、たまに思うけどそんなみんな見てないよっつって、うん、お、来た、あ、来た、これで官老ピンのテンパイ、官老ピンだったら正解ってことですね、はい、正解って結果論マー結果論マーじゃないですか、はい、お、リャンペイコ見えてきたね、おー、いいですね、はい、官老ピンは場に1 枚で自分で1枚を掘りが1枚、うん、残り山に1枚ですね、まあ、変化がまだね、うん、そうですね、効くんでもうね、はい、これ何ポンできた時に、はい、どっちにするんですか。まあ普通はチーピンじゃないですかね、9ピン3枚見えだからね、789で使ってる人少ないし、富永がパーピン持ってなさそうなんで、うん、トイトイにはしないってことですか。トイトイはしないですね、トイトイにはしないですね、うん、まあ、トイトイにするのはウーピンとチーピン泣けた時だけですね、うん、うんうん、チーピンポン、ウーピンポンができたら、はい、シャンポン待ち、うん、まあ
ツモはどうですか、ウーピンチーピンツモ。まあさ変則3面じゃないですかね、やっぱりね。うん、ウッパーピンなんとか、はい、枚数結構違いますからね、はい、あでもウーピンがアンコった時は枚数一緒ですね、パーピン2枚チーピン2枚だから、うんうん、あそうですね、それは確かに、あこれで両面にするかシャンポンにするか、これシャンポンもかなりありますね、しました、あそうです、ね、シャンポンにしました、うん、打点がね、そうですね、やっぱ打点魅力的ですよね、うん、なるほど、これだとねあのチーピンでも5200ですからね、うん、プハネもするし、うん、もちろんなんだったら漫画あるし、うん、7は持たれててないと、うん、チーピンはでもね2枚いますからね、ああ松本も撤退しましたね、はいはい、撤収と、はい、ボッシュートみたいになりましたね。じゃらじゃら。いやもうないらしいです。なくなるらしいですよ。ボッシュート。はい。ボッシュート自体がボッシュートになってるらしいですよ。はい。さあそして富永はポイント状況的にも形的にも上がりたい。あれ今季は言わないの？前週富永ってよく言ってた。週富永ね。はい。富永週だから週富永って言ってね。麻雀の鉄人。はい。でしかもねこれ今日の堀慎吾が結構その自分のサインにね、うん、麻雀は料理っていう、ああだから今日はね炎の料理人対決シュー富永対堀慎吾の、はい、料理の鉄人が行われてるということでそこも注目してますね。シュー富永三蔵がねもうないんですよこれ、あらじゃあこれどうしますか、イーピンも相当もう打ちづらいですよね、うん、難しいですね、まあ、イーピン短期にして先輩を取りに行くスーソーリアンドが一番多いですよね。まあそうですね、上がりに行くんだったらつもぎですけど、うん、余ってますからね、しかもションパイだし ね、 そうですね、6球はもうそんなに、うん、まあまあそう9番ね、はい、2枚枯れになっちゃったんで、そうですね、うん、ちょっと厳しいですよね、なちいて取ってもね、いいんだけど、チーピンがあと2枚山ですね。そうそうそう、ね、うん、もうこれは富永がイーピン重ねた時だけ上がる可能性があるからみたいな。あ、そうですね。まあイーピン短期でもどっちですよね。うん、1番はもうチーテントでしょ。あ、これ完了ピン。はい。これでパワーワンチーワンのね、まあポンテンも取れる。まあ、そうですね。そうですね、うん。ちょっとテンパイ率上がりましたね。はい、上がりはこれは引いたことによって結構きつくなりましたね。うん、だってリアンピン三枯れで三ピンリアンピン取って、うん、おっと、ああ取った。はい、さあチューン本一。不安にして1300、2600が3400、2700です、うん。正解じゃないですか。ね、うん、選んだ。イースチューマン引いてない。しかもテンパネする方。はい、うん。テンパネするやつ。そう、イースチューマンバンバン出てましたけど、それは満足切ったからですからね。はい。じゃあ結果このルートしかなかったと。サブローピンも上がってないもんね。そうですね。大正解じゃん。天才天才だ。うん。ご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。